皆さんこんにちは、ドロークチャンネルです。今回は神戸の空の玄関口、神戸空港を紹介してみたいと思います。今回は後編です。前編をご覧になってない方はぜひ前編を見てからこの動画をご覧ください。2階から3階にはこのエスカレーターと階段、そしてエレベーターで上がることができます。3階に上がると途端に外の光が差し込んできます。ここは3階です。分かりやすいです。大きく書かれた案内図があります。ここ3階のフロアはレストラン街とスカイコートのフロアです。外光が入り非常に明るい綺麗なエリアとなっています。3階エリアは外光が入る開放的なスカイコートがあります。面積 271.6 ヘクタールを持つ人の手で作られた人工島にこの神戸空港はあります。なんと空港島全域が神戸空港という町名を持っています。滑走路は全長 2500m、 幅 60m、 舗装厚は約 87cm です。うどん屋さんや洋食屋さんの他にカフェも設置されています。椅子が置かれたフリースペースもあります。まったりと過ごせる落ち着いた空間です。このフリースペースにはフライトシミュレーターも設置されています。誰でも弾けるピアノもあります。飛行機を見ながら遊べるスペースもあります。滑走路長は 2500m ですが、燃料の搭載量が少なく離陸重量が軽い国内線に限れば大型機の離着陸可能となっています。3階から屋上階、4階に上がる出入り口です。この出入り口の他にエレベーターも設置されています。ここからは屋外へとなります。4階展望デッキへ上がるための階段です。こちら屋上階4階は主に展望デッキとなっています。すごく高いフェンスで仕切られています。下を覗くと駐機場が見れます。4階展望デッキには屋上庭園もあり緑豊かです。ウッド状の床には温かみを感じ癒される空間となっています。長い展望デッキは飛行機を身近に感じれる憩いの場となっています。ここは展望デッキの西側です。管制塔が見えます。管制塔の高さは
約33メートルです。まるで船の甲板のような雰囲気を持っています。エレベーターも設置されています。こちらは展望デッキから見る北側です。先ほどの滑走路がある南側と違い、こちら北側は神戸の市街地が一望できます。西は須磨長田付近から、東は東灘付近六甲山が一望できます。奥に見える橋は神戸空港とポートアイランドを結ぶ神戸スカイブリッジです。空港島の南側には大阪湾が広がっています。南西部の先には淡路島や四国があります。神戸空港の駐機場は1番から10番までの10のスポットがあります。神戸空港は2006年に神戸市が空港運営をする市営空港として開港しました。2010年には日本航空グループが撤退、天草エアライン撤退、2013年ソラシドエア就航開始、エアートゥ就航開始、神戸市が神戸空港を運営権売却する方針を表明、2017年オリックス陣営が関西エアポート神戸株式会社を設立、2018年関西エアポート神戸株式会社による運営に完全移行しました。民営化することによって今後は空港ターミナルビルの改修や搭乗手続きの効率化、神戸空港、関空、伊丹空港の一体運営を生かした路線誘致などに取り組むことを予定しています。神戸中心地への利便性も良く、関西国際空港とは高速艇で30分で結んでいて、近くには次世代スーパーコンピューター富岳がある神戸医療産業都市神戸コンベンションコンプレックスがあり、利便性が魅力の発展する可能性を持つ空港でした。今回は前編後編の2回の動画に分けて神戸空港を紹介しました。ということで今回はここまでです。動画に対するコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドロークチャンネルでした。